皆様ごきげんよう、 NMB48 の真鍋杏樹です。はい、ということでジャングルレディオ始まりました先日1月3日に私真鍋杏樹初詣に行ってきました神戸の生田神社でお参りをしておみくじを引いて見事中吉が出まして帰りに屋台でベビーカステラを2個買い良い参りができましたはい、その帰りに人生で2回目の占いに行ったんですけれども、いやー占いって怖いですね本当に。一回あの NMB48 に入る前にやったことがあって、その時も自分の性格だったり今後どういう風になっていくよとか、なんか波がこの時はいいよとか話してくれてたんですけど、見事当たってたのでちょっと20歳になったということでもう一回行きたいなと思い行ってきました。すごい自分の性格も見事に当たり、 NMB48 に入った時期まで当たりましたので、もうこれは信じると思ったらもう信じるしかないのでどういうことでも本当に占いは怖いので、はい、もう当たることを願ってこれからの人生もたくさん勉強しながら学んでいきたいなと思いますいやー占いね、皆さんも行ってみてください。ぜひ自分の人生相談になるかもしれないですはい、ということで本日もジャンレディケツよろしくお願いします。やっぱ気が楽で楽しい時間になりました。 NMB48 のジャングルデディオ月曜日改めまして皆さんこんばんは、 NMB48 のジャングルレディオ月曜日、 NMB48 チーム M の真鍋杏樹です。このジャングルレディオは月曜日と木曜日は私たち NMB48 メンバーが、火曜日はつぼみ大学名さんが、そして水曜日と金曜日は騒音プロジェクトさんがパーソナリティを担当しています。そしてこの番組は FM プラプラからパソコンスマートフォンで簡単に聞けますよ。アプリから直接メッセージが送れたり、便利な番組予約もできます。番組の公式ツイッターもありますので、@JRO-YESFM で検索してフォローもしてください。詳しくはインターネットでジャンレディと検索してご確認ください。さて月曜日は毎回2人のメンバーをゲストに呼んでいるのですが、今回来てくれたのはこの2人。はい、チーム M の兄ちゃんこと中野未来でございます。あー未来さんよろしくお願いしますそしてはい、チーム B2 のさつき愛香です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回未来さんがリモートでの参加になりますので、音が途切れたりもすると思いますが、皆さんご了承してくださると嬉しいですご了承してください。よろしくお願いします。あんちゃん、はい、あの JRO アンダーバーですね、アンダーバー、アンダーバー YESFM です。皆さん私ハイフンって言ってた、はい、JRO アンダーバー YESFM でちょっと皆さん検索してください。お願いします。失礼しました皆さん、アンダーバーって読むんです。私もねちょっと間違えてたんですけど、本当に私もパーソナリティしてた時間違えてましたわーよかったですよ、教えてくださってはい、ということで今回のリクエスト曲のお便りがいただいているので読みたいと思います。ありがとうございます。皆さんこんばんは。去年の12月30日に南バラエティ公演の初日が開催されましたね、はい、実況ツイートを見ると懐かしい NMB48 の楽曲もありました。この公演の中の青春念仏は今のコロナ禍に沿った楽曲だなと思いました。いつか劇場で実際に見たいです。ここで質問なんですが、いつか南バラエティ公演を見に行きたいなと考えているのですが、この公演のここに注目してほしいところはありますか。これからの活動を応援していますと来ております。ありがとうございます。ありがとうございます。ありますか、まあね、実際に公演に出たピッピはなんかありますそうですね、でもあの南バラエティ公演日替わりでこうメンバーが変わる部分とかもあったりして、あそうなんです。それこそ3曲目にウホウホホっていう曲をしてるんですけど、はい、そこのゴリラ担当も日替わりだったり、あと
なんでやねんアイドルもやってるんですけど、なんでやねんアイドルのそのセリフ言う人も日替わりだったりとか。あ、そうなの、あと MC ではなんかその出演メンバーのプレゼンツコーナーっていうのもやってたりして、他の公演ではなかなか見れないような企画だったりとか、確かにいろいろあると思うので、ちょっと新しい公演のスタイルを見たいなっていう方とか、確かにちょっと楽しみたいなっていう方はぜひ来ていただきたいなと思いますね。ええー、お腹を抱えて笑いたい方はぜひめちゃめちゃ楽しめると思います。ナンバラちゃんやったっけ。そうなんです、なんて言うんですか、その公演が始まる前に、あの前説みたいな感じで話してくれたり、 あとアンコールの発動してくれたりするそのメンバーが、ナンバラちゃんっていう名前で呼ばれてるんですけど、そこも日替わりでメンバー、出演メンバー以外のメンバーがちょっとやってくれたりするので、そこもちょっと今日は誰やろうって予想しながら。めっちゃ緊張するやんそんな。ねえ、でも私やりたい。え、やりたいの？あ、出る方じゃなくて。それはちょっとやりたい。アンコールの発動ちょっと久しぶりにやりたいです。今日はどのメンバーやろうとか予想しながら楽しんでもらいたいなと思います。はい。では、ふつおたも届いているので読みたいと思います。ありがとうございます。神奈川県にお住まいのラジオネームふみさんからいただきました。アンジュちゃん、未来ちゃん、アイピ、こんばんは。同い年の3人ということで、皆さんご成人おめでとうございます。イエーイ、ありがとう。先月ね。そうですよ。アイピとのコラボ配信で抱負を聞かれた時に答えられるようにいろいろ考えていたアンジュちゃんが可愛かったのを思い出します。お1月9日に成人の日特別企画として20歳になりました2023も行われる予定ですが、改めてジャンレディでも皆さんの抱負が聞けたら嬉しいです。3人の今後のますますの活躍を楽しみにしていますらしいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありますか抱負、未来さんありますか。え、抱負ですか。20歳の抱負やんな、今年の書き初め、あれにも書かせていただいたんですけど、小島かりんさんラブということで書いてましたね。そうそう、二十歳もかりんさんのことを大好き大好きって言っていこうかなって思います。おお、頑張ってください。いいことですね。いいことですね。ありがとうございます。頑張ります。頑張ってください。頑張ってください。アイビーありますか。私は令和の石塚あかりちゃんになる。おえ、あ、そうなんや。なんか、私の中であの人ってすごいんですよ。なんかそのパフォーマンス、曲中でのステージ上でのパフォーマンスとかも、ほんまにこう見てたらほんまにすごい目を引かれて、表情とか表現とかもすごいし、お芝居もすごくて、なんでそうですね、令和の石塚あかりちゃんになります。おー、なるほど。かっけー。目標ですね。あー、なるほど。皆さん憧れの方が一人は、はい、あんちゃんはどうですか。二十歳の抱負は。どうしよう、どうしよう。でもね、思うのが本当に大人っぽくなりたいなと思ってるので、うん、それこそもう卒業されたあの村瀬紗英さんの綺麗系になりたいなっていう。おお、でも見た目は十分綺麗じゃん。ね、本当に見た目はすごい、見た目は中身が見分からんだけど、もう言葉だけ、言葉だけ大人になりたいなって思う。なるほど。でもいいと思いますよ、そのギャップが。うふじゃねえよ。全然。うわ、なりたいなって、はい、ちょっとみんなで頑張りましょう。頑張ります。目標に向かいまして。はい、ということで今回はこの二人を迎えてお送りしていきます。まずはこのコーナーから参りましょう。教えて NMB48。 ここからは私たちのことをもっと知ってもらおうということで、リスナーの皆さんからいただいた質問に答えていこうと思います。それでは順番にめくっていきましょう。アイピお願いします。教えて。はい、和歌山県にお住まいのラジオネームかまきりさんからいただきました。かまかりさんですね、ごめんなさい。かまきりでしちゃった。かまかりさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。皆さんが気になる9期研究生メンバーがいらっしゃれば教えてください、うん、まだあまりコミュニケーションが取れていないかもしれませんが、その場合は写真からの第一印象でお願いします。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、9期生がもうお披露目されまして、この間。確かにね、気になる9期生。どうですか、未来さん。未来さん、
え、あの、みんな、ほんまに、マジで会ったことがなくて。あ、そうですよね。確かに。そう。ワンタン公演もちょっと転っちゃって出てないから。確かに。でも、新ワイネンヌさんの24時間生配信でちょっと会ったんよ。あ、そうなんですか。そうなんですね。そう、そこでなんかあの、西ゆまちゃん、うん、西ゆまちゃん。はい。西ゆまちゃんがめっちゃなんか挨拶声でかくて。確かに。なんか、行こうって思った。確かに、挨拶する子は結構ね、ね、本当に9期生のもう、元気ですよね、挨拶がもう。で、しかもなんか西って覚えやすいやん。そこ確かに。確かに確かに、うん、でめっちゃ他もみんな可愛いから、うん、みんな好きかも、うん、なるほど、いいですね。声大きい方多いですよね、9期生も。ほんまに元気、そう、元気やなって。あ、そうなんよ。元旦公演の時も本当に、うん、なんか部屋に入るごとに最初はもう失礼しますって言うじゃないですか、うん、もうその失礼しますの声ももう、うん、すごい、なんか体育会系かな、あ、そんな感じです、そんな感じです。うわぁ、すごいなって。めっちゃいいよ。ね、元気ですね。思いました。愛花いますか？誰か。私、この、板垣小よりちゃん？小よりちゃんっていう子が、あの、うん、お顔がすっげえ可愛いと思って。あ、この子？確かにね。小より。小より。可愛い。2005年生まれの子。ってなさい。アンジュラの3個下？2005年の5月20日。高2ですね。この子がめちゃくちゃ可愛いと思ってて、うん、確かにね、大人っぽい、あとはあれですね、坂本レイオちゃんっていう子がやっぱり私のことをもともと好きでいてくれてた子なので、はい、あの9期生全9期生みんなちょっと人見知りせずに話せれたらなと思います、うん、そうですね、はい、あれかな、いつもの人見知りが、ね、はい、アンジュもそうやけど人見知り出さずに頑張りたいです。あんちゃんどうですか。うわ、私ね、あの宮本亜美ちゃん、うん、宮本、背がすごいまだ可愛らしい子なんですけど、一人一人特技披露をしてた時にバトンをやってたんですよ、うわ、そう、私新体操やってたから、なんかライバルじゃん、なぜかなんか共通点があるなって、あの亜美ちゃんのあーも漢字一緒やし、うん、確かに、アンジュの、そうそう、そうなんです、やから気になったなって思いました、うん、あともう一人いるのが衣笠あやみちゃん、うん、そう、この二人同い年じゃないですか。あ、そうなんや、なんか超絶可愛い公演とか、ことさん、うん、そう、来てくれてたよね、公演、そう、なんか写真を見た時に、うん、あ、知ってるって思って、そう、めっちゃ公演に来てくれてた子なんですよ、うわ、入ったのかーってなりました。見た瞬間。そう、なんか、ね。2010年ってつい最近よ。お前、昨日生まれたとこですよね。うん。2010年ですよ。確かに。ねえ。やば。うわーねえ、まだ可愛らしい。そう。ねえ、すくすくと育ってほしいなって思いました。誰はい、次のお便りに行きたいと思います。ラジオネーム、メイプルさんからいただきました。アンジュちゃん、アイピちゃん、ミライちゃん、こんばんは。こんばんは。少し前の話になりますが、いつだったか、アンジュちゃんとミライちゃん、そして前田玲子ちゃんの3人で遊びに行ったことがあると言っていましたね。自分のことを人見知りと言ってるアンジュちゃんが、そうやってチーム M の先輩たちと仲良くできていると思うと、私もとても嬉しく思います。3人で遊びに行った時のエピソードなどあれば、お聞きしたいです。と来ております。あ、行ったんですよ。行ったんですよ。ねえ。そう。そうなんです。ユニバーサルスタジオジャパンに行ってまして。うん、行きましたね。で、3時間ぐらい張り取り並びました。え、そうやね。そんな並んだんですか、ね、え、3時間やったよな、あれ。それぐらい並びましたね。なんか奥まで連れて行かれて。初めて並んだことがないところまでね。あそこか、行ったことあります。ある？え、すごいよな。なんかね、あそこまで行くんやったら私並ばないです。じゃあ、なんかアンジュが、はい、夜に乗る張り取りが初めてみたいな。そうなんですよ。ああ、行ったことなくて、そう。そう、で、なんか夜やからめっちゃキラキラしてて、綺麗やん、張り取り、うん。そうですね。だからめっちゃ楽しみにしてて、でもね、うん、なんか、一番後ろがやっぱスリリングで楽しいじゃないですか、乗り物って。はい、うんうん、で、いや、マジで一番後ろがいいって、こんだけ並んでんから。確かに。そう、でも、未来が見た感じ、うわ、真ん中らへんちゃうって思っててんや。そう、そし
たら未来たちの出番が来た時に一番後ろに行かせてくれました。もう嬉しくて。めっちゃ楽しかった。本当に。なんか、そう、うん。はい。なんか初めての夜やったし、うん、一番後ろで浮遊感もすごいし、うん、なんかもうそれだけで思い出になりました、私は。最高でした。最高でした。でも夜のハリドリ、前も乗ってみてほしいです。前一番前の、あのキラキラしてるじゃないですか、うん。あれ一番前で夜に乗ったらめちゃくちゃ綺麗なんですよ。目の前がキラキラしてるんで。そうなんや。そう。めちゃくちゃ綺麗なんで、いつかちょっと乗ってみてください。いいこと聞いた。めちゃくちゃ綺麗です。もうだって走ってる最中、落ちてる最中、ずっと目の前イルミネーションなんですよ。めっちゃいいやん。そう、なんかそれがめっちゃ好きです、私は。うわー、いいですね。めっちゃいいよ。うわ、ねえ、でも私ね、一つ悔いが残ってるっていうのが、お写真撮らなかったんですよ、3人で。うわー、撮ってなかったんです。もう悔しくてそう、確かに楽しむのに夢中になるとね、写真撮り忘れる、ね、そうやね、だからまた行きたいなってあれ見ら撮ったで、え、本当ですか、記憶に違いが撮った気がする、未来さんの携帯では撮ったかもしれないんですけど、あ、なるほどね、確かになんか、そう、SNS に載せれるような写真じゃなかった。背景とかフィニッシャーズ載ってるから。確かに確かに。そうそう。もう、ちょっと声かければなって。ま、はい。アイティも行こうぜ。連れてってください。行きましょう。ビーツですけど。行きましょう。わー、嬉しい。はい。ということで、今回はここまで。このコーナーでは、私たちに聞きたいリスナーの皆さんからの質問を募集しています。メールやスマートフォンアプリ FM プラプラ、もしくはツイッターでハッシュタグジャンレディゲッツをつけてお送りください。皆さんからのお便りお待ちしています。中野未来です。みんなも一緒に踊っちゃいましょう。世界の終わりでハビット NMB48 真鍋アンジュのジャングルレディオ。アンジュと学ぼう。真鍋アンジュがお送りしておりますジャンレディゲツ。ここからはリスナーの皆さんから寄せられた言葉の意味をアンジュが予想しながら答えていくアンジュと学ぼうです。さて、リスナーの皆様からお題がたくさん来ています。わからないものもアドリブで頑張って乗り切りましょう。はい、ではまずは私が出題いたします。アンジュと学ぼう、本日の第1問。ラジオネーム他人の星さんからいただきました、うん、お題は投げる。投げるです。投げる、わかりますよ。投げるです。え、漢字は、漢字はこれですね。手辺の普通に投げる。はい、わ、普通に投げるとはまた違った意味の。あ、え、漢字見して。漢字、あ、これです、これです。あ、それね。どっちに行くかですよね。あ、でも普通に投げるじゃないから。ヒントはですね、はい、主にアイドルファンが使うことです。いけます、いけます。いけます、いけます。任せてください。あ、どう言葉に表したらいいんやろ。いけますか？はい、いけます。まずはアンジュから答えてもらいましょう。はい、制限時間は10秒です。アンジュの挑戦スタート。やっぱりよく公園に投げるとか言うじゃないですか。おお、いけたんじゃん。これもどう言葉に表したらいいか分かんなくて、投げる、あの、入るぞっていう気持ちですここまでえ、合ってます。なんか日本語が面白いですけどねうわね、どうでしょう。はい、では続いて未来さん、いけますか。はい、いけますよではいきますね。では続いていきましょう。未来さんの挑戦スタート。あの、物を物理的に投げるんじゃなくて、はい、そのチケットを申し込むとかの、そのなんか申し込むが投げる動作みたいな。なるほどなるほど。あっ、うわ、いけるんじゃないですか、これは。ここまでうわぁ、ねえ、ニュアンスは一緒な気するけど。なるほど。二人とも同じような感じのことでしたね。はい。はい、それでは、正解は、劇場公演などの抽選に当たるかどうかはわからないけど、申し込むことです。あ、
当たってますね。これは2人とも当たりじゃないですか。よかったよかった。はい、あの9期生の衣笠あやみちゃんがこの投げるっていうことを配信で使ってたらしくて、うん、いやびっくりしたらしいです。このああファンの方が、はい、あそうなんや。もともとやっぱり NMB のファンだっただけありますね、うんうんうん、はい、では続いてアイピにも挑戦してもらいましょう、はい、続いての問題に行きます。アンジュと学ぼう第2問。ラジオネームたまひよさんからいただきました。お題はガクチカです。ガクチカ、カタカナでガクチカです。え、やばいってうわー、私もわからんうわー、どうなんでしょうか。じゃあ未来さんからいけますか。はいはいはい、はい、ではお答えいただきましょう。制限時間は10秒です。未来さんの挑戦スタート。あのなんか絵とか飾ってる額縁あるじゃないですか。 ありますね、うん、あの額、うん、額を見てわっ、ちっかなるほど、ここまでですなるほど、あでも確かにそのまま行くとそうですもんね確かに、ありがとうでは次アイピの挑戦に行きたいと思います、はい、では10秒ですアイピの挑戦スタート。あの学生時代に力を入れていたこと、なるほど、すいません、あの、うん、知った大学受験の時に調べた、はい、そこまでです。さて正解を言いたいと思います。正解はどっちやろ。お、学知化とは学生時代に力を入れたことを指す、就活生の間で定着している略語です。学生時代に力を入れてたことってその後のやりたいことにつながっていったりしますね。もしよろしければ皆さんの学知化を聞かせてもらえると嬉しいです。どういうこと。ごめんなさい、あれです、学生時代に力を入れてたこととかって聞かれるじゃないですか。あー、なるほど。その面接とかで、うんうんうん、で、大学受験の時にそういうなんかいろいろ調べたりとかしてた時に、うん、その言葉も出てきて、うんうん、なるほど、大学受験生時代にあ、そういうことね、持ち上げてた言葉です。うわー、なるほど。未来さんの、うん、未来さんが学知化だったことは何ですか、学生時代に。え、未来が学知化やったことか、はい、もうなんやろな。でも、まあ、ベタになるけどやっぱ NNB 頑張ったんだな、一番は。ね、だから NNB 以外を考えたらマジでないなって思うな。なるほど、学生の時のあれ学知化ですね。はい、ということであと1個ありますか、はい、ありますね。はじゃあ IP よろしくお願いします。参ります。はい、アンジュと学ぼう第3問。ラジオネーム村人 T さんからいただきました、うん、ありがとうございます。お題は天使が通る。え天使が通る、もう無理かもしれへん。いけますかいけますか。はい、それではまずはアンジュから答えてもらいましょう。はい、制限時間は10秒です。それではアンジュの挑戦スタートなんだと天使が通るとか言葉あるんですか。なんか頭に天使と悪魔がいると考えてよかったですよって時に天使が通る。え、どうですかこれ。え、いけてる気がする。いけてる気がする、うん、じゃあその自信を持っていただいて、はい、持ってます。じゃあ続いて未来さんいけますか。はいそれではいきますね。続いては未来さんの挑戦です。それでは未来さんの挑戦スタート。今までの感じ的になんか天使とかを使わへん気がすんねや。だから、まあ、天使が通る、長手星が通るみたいな感じなるほどなるほど。うわー、なるほどね。ここまでです。難しいですね。難しいですね、うん、それでは正解はフランスのことわざで、人々の会話や座談が途切れて同席していた人が黙り込むことを意味するそうです。まあ、もう全然そうなん、難しい。フランスの、日本じゃなかったですね。フランスのことわざです。うわー、
なるほど。はい。人々のね、その会話が途切れてしまったら沈黙が流れるじゃないですか。うんうんうん、その時のことをフランスではこういうらしいです。フランスのことわざの一つらしいです。悪魔じゃないんよ。天使だそうですね。ねえ。天使がこう通るから静かになった。なんか言いません？なんか日本でも妖精が通った、天使が通ったでしたっけ？なんかシーンってした時に、なんか通ったみたいな。え、言わへん。なんかさ、晴れてるのにいきなり雨が降ったら狐の嫁エリアとかは知ってるけど、それ知らんわ逆に。ですか？知らへんかった。沈黙が来たら知らへんかった。なんか天使が通ったみたいな。へえ、そんな言葉があるんや。はい、初知りでした。はい、ということで本日はここまでです。引き続き皆様からのお題を募集しているので、私たちが知らないであろう言葉とその意味を書いて送ってください。以上、アンジュと学ぼうでした。目撃者は誰だ。このコーナーではリスナーの皆様が目撃したメンバーの情報を紹介していきます。さて、どこで誰が目撃されたのでしょうか。早速紹介していきましょう。まずは高知県にお住まいのラジオネームナチュラルさんからいただきました。目撃メンバーはみーちゃん。去年のクリスマスに行われた毎年恒例の YNN24 時間していたアンジュ MC のコーナー、アンジュマンジ。メンバーがスゴロクのミッションに失敗すると象に扮した中野未来ちゃんが登場してただただ暴れまくるというコーナーで、めちゃめちゃ面白かったです。別のコーナーでも前田玲子ちゃんが今年一番笑ったって言ってましたね。 MC のアンジュも未来ちゃんが登場するのを全然知らされてない感じでしたか。なんか裏話などがあれば教えてほしいですと来ております。一応ね、知ってたんです、未来さんが登場すること。なんかそうよね、知ってたよね、はい、でもなんかまさかあんなことをするとはな。そうなんです。なんか事前に MC の司会の方だけ呼ばれて、なんか未来さんが暴走しますとは聞いてたんですけど、暴走します。説明雑。何をするのか分かんなくて。でも本当に、未来もさらっと台本読んだ限り、なんか普通に入ればいいかなみたいな、ちょっとなんかメンバーにちょっかい出せばいい感じなんかなって思って、で未来がそのね、未来も呼ばれて1対1でね、あのやったんですよ、打ち合わせを。そしたらなんか本気で暴れてくださいみたいな、ガチガチな感じで言われて、あ、これガチでガチなやつやん。なんか YouTube で象のなんか喧嘩みたいなのに調べて、象をどんなんすればいいか調べてみた。ガチやってくださったんや。そうで、なんか動物の喧嘩みたいな感じでずっと調べてて、でもなんかね、なんか面白くて、なんか結構スタッフさんからの評価も高かったらしくて、らしいですね。なんかこの前配信されてて、YouTube で、なんかちょっと嬉しいな、だいぶ嬉しいなって思いました。嬉しかったです。確かにね、動物って頭から攻撃するイメージあるんですけど、私は勝手に、頭から言ってたイメージありましたもん。え、そう。もうめっちゃ頑張って、ほんまに。でも、すごい。そう、深夜1時にね、めっちゃ眠たかったけど、まためっちゃ楽しかったなって思います。深夜テンションってやつですね。うん、そうそう。わあ、ありがとうございました、本当に。ありがとうございます。第2弾はあるのか。でも、ね、受けよかったならあるかもしれない、ね。受けよかったらね、あるからね。あるかもしれないですね。YNNさんですし。あることを願って。では次は、ラジオネーム、ヤパニライネンさんからいただきました。目撃メンバーは、アイピー。皆さんは、どのような年末年始を過ごされましたか？アイピは自身ツイートによれば、クリスマスの日にせめて可愛い服着てくればよかったな、なんでアイか幸せそうな人たちの中を一人でジャージで歩いてるんやろうということがあったようですね。そしてなぜ私はクリスマスの夜に一人でもそもそ甘栗を食べているのかと哀愁漂うつぶやきを続けてました。そういえば花火大会があった日には、なぜ私は浴衣を着てる幸せそうな人混みの中を一人でレッスン着で歩いているんだろうと、自身の生誕 T シャツを着てツイートしていましたね。イベントがある日になると現れる哀愁のアイピツイートにどこか期待してしまう自分がいます。でもええやん、甘栗美味しいやん、
クリスマスやん。僕にはそんなエピが愛おしくて仕方ありません。そうなんですよね。なんかクリスマスの日に YNN あったじゃないですか。うん、ありましたね。でその時とかも私あのじゃあ YNN じゃない、クリスマス25日は私ナンバナイティ公演のリハーサルだったんですよ。で、レッスン着を着て、もう着替えるのめんどくさいんで、そのまま行き帰りしてるんですけど、そしたらもう本当に帰り道にもう、難波駅とかもう本当にね、もう幸せそうな人たちがいっぱい歩いてるんですよ。確かに。クリスマスなんで。うんうん。なんか難波駅はこの幸せそうな人混みの中を一人でレッスン着で歩いてんねやろうと思って、なんかすごい悲しくなっちゃって。すごいな、甘栗美味しいやん、クリスマスやん。多分そのクリスマスの栗あれですね、甘栗の栗ってことですよね。めっちゃかけてると思って、あいかママに、ママとその話を深夜にして二人で大爆笑してた。深夜テンションですね。これも深夜テンションですけど、年末年始ですよね、何してましたかって。どうですか未来さん、未来は転ってましたですよね。はい、そうですよね。30日の夜に高熱が出まして、もう1日にコロナですと分かったので、本当に一人で、31日の夜はまだ自分がコロナっていうことが分かってなかったから、でも一応ずっと隔離してて、自分の部屋で。はい、で、一人でハッピーニューイヤーって言って過ごしました。なるほど。悲しい。誰か電話しなかったんですか？そう、なんかカリンさんに電話しようかなって思ったけど、なんか一緒しない、カリンさんもコロナやったから死ぬかなって思って、そうやめて一人で過ごしました。なるほど。わあ、私も年末に妹がコロナになりまして、私は、なので私がホテルで逃げて、私がホテルでもう年末年始一人暮らしして、一人、はい、ホテル生活してました、年末年始は。なので私も一人でハッピーニューイヤーです。あ、一緒や。私もめっちゃ寂しいですよね、一人でハッピーニューイヤー。めっちゃ寂しい。めちゃめちゃ寂しかったです。私前転してました。一人なんかやばいやつおる。もうめっちゃいいや、楽しそうでね、何よりだ。そうですね、前転しておりました。前転しながら年越しね。はい、いいと思います。はい、皆さんたくさんの投稿ありがとうございました。さて、ここからは即興劇で話題のあの劇団のお時間ですよ。ジャングル劇団学べ組。皆様、本日はジャングル劇団学べ組の定期公演にご来場いただき誠にありがとうございます。本日は私どもの劇団が誇る女優3名による即興劇をお楽しみいただこうと思います。私、座長の誠聖樹でございます。トップスターのこじこじミラミラです。新人の朝花レイでございます。それでは皆様、本日の公演の演目を発表いたします。本日の演目は略奪愛です。あらすじは、遅刻魔の彼が今日もデートに遅れてくる。イライラする彼女のもとにイケメンの男が声をかけてきて、ドキドキする彼女、そこに遅刻していた彼がやってきた。さて彼女はこの後どうする、というあらすじとなっております。それでは皆様、最後までどうぞごゆっくりお楽しみくださいませ。え、マジありえない、本当にさ、いつもいつも遅刻してきてさ、いつ本当にもうそろそろ怒ってやろうかな。ちょ、何怒ってんの、何怒ってんの。え、誰ですか。え、ミラミラなんだけど。ミラミラ、可愛いなって思って声かけちゃった。何してんの。いや、ちょっと関係なくないですか。ちょっとほっといてもらっていいですか。私今めっちゃイライラしてるんです。聞かせてよ、そんな年始に何怒ってんだよ。聞かせてよ。いやいやいや、ミラミラとかいうふざけた名前の人に話す筋合いないんですけど。いいじゃん、名前なんていうの。うん、レイって言います。あ、じゃあレイレイじゃん。やばー、レイレイじゃん。レイレイは、ちょっと顔見てみろよ、俺めっちゃイケメンなんだよ、ほら、キラン。いや、ちょっとそれはちょっと否定できないですけど。ごめん、遅れた。
うーわ、ちょっとね。ごめんよ。ほんとさ、いつもいつもさ。ごめんよ、ほんとに。え、まず、テイク、テイク？え、誰？いや、なんか知らない男が声かけてきてんの。え、イケメンやし。なんか、あるの、そういうの。顔だけは知らんだよね。いや、なんか、あるのとかじゃなくてさ。うん、いや、彼氏ならさ、なんか、あるじゃん。え、ごめんよ、ごめんよ。ごめんよじゃなくてさ。ごめんよじゃないんだよ。これからさ、そりゃ、ね。え、そうじゃなくて。仲直りしちゃうのよ、早く。そうじゃなくてさ、こいつナンパしてきてんの。ナンパやったんや。ナンパしてきてんの。彼氏ならさ、なんか言いなよ。え、ちょっと向こう行ってもらっていいですか？うわ。え、マジ？かわいいなって思って声かけちったよ。引き下がれて。いや、あ、逆に。逆に？いや、マジもう、ごめん。どっちもない。嘘だろ。ナンパするような軽い男もないし、こんだけ遅刻してくる男もないわ。いや、ごめんね、それは。いや、無理。もう、いや、二人仲直りしてよ、早く。いや、ちょっとあんたが一番どっか行って。わかった。一旦先離れるから戻ってくるね、後で。仲直りしたかどうか。皆さん、本日の公演はいかがでしたか？いかがでしたか？私どもに演じてほしい役柄などありましたら、ぜひメールにてお待ちしております。それでは次の定期公演でお会いしましょう。朝花レイでございます。私が最近ハマっていて普段からよく聴いている曲でございます。あのさんで不変。エンディングの時間です。皆さんいかがでしたか？ NMB48 のジャングルレディオ月曜日、教えて NMB48 では私たちに聞いてみたい質問を大募集しています。また皆さんが目撃したメンバーの情報を送っていただく目撃者は誰々のお便りもお待ちしています。現在募集しているメンバーについては番組の公式 Twitter とブログをチェックしてください。そしてアンジュと学ぼのコーナーでは、私たちが思わずなんだそれというような知らない言葉をその意味と一緒に送ってください。その他番組でかけてほしいリクエスト楽曲やふつおたなども大募集。すべてのお便りの宛先はメールではすべて小文字で jro-mon@yesfm.jp、 またはジャンレディ月をつけてのツイートもお待ちしています。番組ホームページでのメッセージからも送れますので、どしどしお送りください。はい、未来さん、ピッピー、ありがとうございました。ありがとうございます、呼んでくれて。本当に皆さんね、同い年ということで、そうなんです。すごい楽しくワイワイと、あっという間、本当にあっという間で楽しかったです。いや、ありがとうございます。ありがとうございました。未来さんもね、なんかリモートですけど、うん、そうですね、ラジオやけどずっとそのクマの耳がついた帽子を最初からずっとつけてましたね。かぶってました。せやで、ティムです。ティムですね、かわいいです。めっちゃいいです。ありがとうございます。ちょっとかぶってました。ね、ピッピもね、マスクと服が色一緒みたいなんです。ちょっと意識してなかったの、そこは。ちょっと意識してなかったですけど。似てました。ありがとうございます。ということで、そろそろお別れの時間です。今日は純情アンダーナイティーンを聞きながらお別れしたいと思います。はい、私たちは純情オーバートゥエンティーですが、気持ちはまだまだアンダーナインティーですという気持ちを込めてこの曲を選びました。はい、明日火曜日のジャングルレディオはつぼみ大革命の皆さんがお送りしますので、お楽しみに。深夜1時からのリピート放送も聞いてください。それではジャングルレディオ月曜日、お相手は NMB48 の真鍋杏樹と中津未来と、そしてさつきあいかがお送りしました。来週も聞いてくださいね。それではごきげんよう。それでは最後はジャンレディ月の天使アンジェル様から本日のお言葉をいただきたいと思います。アンジェル様、それではお願いいたします。
やっぱ同い年っていいですね。皆さんもなんか相談事があったら同い年に話してみては。